言葉院語言葉伝説は、広島県貧乏地方と京北地方の一部、島根県雲南地方の一部に残る、言葉上皇にまつわる伝説。上級の乱で、朝廷は鎌倉幕府に敗れた。乱後その朝廷が主謀者であった、言葉上皇は、沖へ入るとなった。その京都から沖への入るルートは、静止においては、以下の通り。ただ貧乏から、雲南の一部にかけては、 以下の入る伝説が残る。また船ではなく、リマから山陰道を進んでいた上皇が西国を見たいと南化して、山陽道を進み、上級三年七月末にビンゴに入ったとする話もある。さらに、上皇が沖から脱出し、中国山地を越えたあたりで崩御したとする伝説も残る。様々な伝説が銅線のように点在し、一部は地名の由来となっている。 伝説は、ビンゴ側、特に、小原市高野町に多く残る反面、出雲側には、ほとんどない。ナオコの伝説をもとに、内田康夫が創作したのが、浅見光彦シリーズ第一作、言葉伝説殺人事件である。番号は、上皇が通ったとされる南から、北の順番、表記は、右地図に合わせきたから列挙する。三次四作議町には二つの伝説、つまり、 上皇が沖へ入る途中で放御した伝説、あるいは沖を脱出してこの地までたどり着いて放御した伝説が残る。ありがとうございます。